最初から。初めからだろうな。でもまあ初めは分かったからできるだけダメージ食らわないように。ツボがいっぱいあるもんな。うん、できるだけダメージ食らわんように。序盤は。とりあえず。俺なんかよかった。で俺中にぶち込んで。よし後ろからよろしく。うまいこと。じゃあクマさん攻撃をふわふわ適当にやって。注目するから。そう。よしそれ思いっきり中に。こういうことでもないかな。まあ後ろから後ろから。いいよ投げて。近くじゃない。近くにいないとダメなんじゃない。OK。よしよし。攻撃力2倍はでかい。回復1個。俺に来た、俺に来た。ああ、そう思った。よし、俺に来た、俺に来た。よし。青に来た。そこだ。よし、次俺に来るわ。よし。回復取っとくで。3マス。3マス分よろしく。うん、これ落ちた時に吸い込まれんじゃねえ。そこだ、吸い込まれるんじゃん、これ。なことないやろ。ちょっと自分用があったな。3個分よろしく。よし、よし、打ち返し、打ち返し。あと俺か。近くにいるみたい。近くじゃない方がいいんじゃない。ちょ。大丈夫。何バンドかぐらいなら OK だけ。離れとったら、おい、あかんか。離れても意味はない。おっ、怖い。怖い、もうだね。ちょっとった。近すぎると結構ね。剣は多分相手の方に向けとかんとあかんのかな。離れてる方が良くない？近いより。やっぱ相手の方に剣これくらいがいいと思う。これくらいがいいの。すいません。連打しとったんやか。連打してたんは安全だな。連打あかんわ。ちゃんと返さなきゃ。いいね。よっしゃー、遠い遠い遠い。俺が切る、俺が切る方がいい。ほら、俺切ると一回で笑わせれる。よく倍だから。じゃあ回復取っとこう。あ、写真撮り直しチャンス。羽が生えてからの。羽が生えちゃうんすか。ここだよ。ひどいな、こんな。ラバーの顔なんか見てない。白だ。俺を。ここだ。俺の白の上だ。ああ、ダメだ。赤だ。赤。ダメだ。おお。はい。よろしく。あ、あの無茶しなくていい。雷がそろそろ。うん。適当に作っとこう。赤。赤。白だ。白だ。白だ。よし、よろしく。白で。ああ、緑。あれちゃん、もうちょっと緑からで。いや、おろして。緑がある。緑の前に。緑の上。よし、投げて。1、2倍。よし、ちょっと離れよう。また緑優先で持っときゃいいんだよ。うん。あ、逃げよう。逃げよう。あ、もう始まった。緑。基本緑を持ち上げる軍で。よし。白。いや、少しなら逃げか。3人いると危ないかな。白の上だ。それはどうということはない。白の上。よし。来た。よし、終われ。あ、ダメだ。一応青ができるけど逃げに。今青と赤しか。よし。あ、そうそう、電気になるんだ。白に来た。持って。白。おお、進化した。入った。もうちょい。よし。ない。始まる？よし、俺を。ダメだ、まだ。まだダメだ。確かに回避優先で。白。緑でもいい。緑でもいい。乗れなかった。クマさんを乗せれる場所はない。うわ。そうしか受けんかったよ、ダメ。ラッキー。よし、俺を。緑でも OK。緑OK。あー、逃げろ。やばい。ここまたか。逃げて。これが終わった後だね。なんとか決めたい。白。おい。よし。よし。
ターでさらに進化する。もうないだろう。あ、来てる。それさらにあの上は長い。なんだこれ。ああ。切れる。切れない。さらに取った。そうです。もう一人いる？もう一人いる。もう一人いる。で俺も乗らないとダメだ。さっきの状態になってから。はいで。とても状態で。乗ろ乗ろ乗ろ。よし。来い来い来い。終われ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 。終わった。で、とりあえずのエンディング行きそうだな。からのってあるぞ。いっぱいあるぞ紫。これ上行く投げてくまさ。白も紫もある。これこれとどめさせ。この私が。お前はなんかどうでもいいんじゃ。ダサいやつらどうして長くしてればいいんだわよ。あんたたちかかるのはゴリゴリだわよ。じゃあ呪い解いていって。呪いはあの服着せたら治るとか言ってたから。投げて。あの、いいやつ。なぜ俺思った？連打してたから。よっ。よし、結構取れたんじゃない？ 50、最後の50を取れた。オッケーオッケー。きついな。強かったな。もう誰が誰を持つかきっちり決めとけば今みたいにいけるね。下手に上からんかったらめっちゃ悲しいやつ。よっしゃ来た妖精もどき。なんだよこれ。か？で、これであれだな、姫様直すパラソルが作れるよ。でもなんか服であったよね。ハートの器が1個増えるみたいな。あったあった。妖精の粉がいる。粉？粉。もどきじゃなくて。もどきじゃない。いっちゃん最初のメインなんで金が全然足りんな。よし、いいの取れてる。いいの取れてる。みんな映ったんやけど。エンディングあるの？エンディングみんなで見に行く。まだあるの？あれ？いや、エンディングが起きるだろうからどうする？一人で見に行く？みんなで見に行く？みんなで行ってみた。みんなで見に行こうか。じゃあ、ネットワーク、俺が出発やめたら、全員切断できるかな。やってみて。うん、今、切ってみた。どう？解散された。おう、じゃあみんなでエンディング見に行こうか。行こうぜ。服を買わなあかんのやろ。そうやね。無事で何よりだ。おう、さあ、服作ろう。魔女の巣まで渡れるようになるとはな、ご苦労であった。ひときわ異彩を放つレディーグッズ。あれだ、マダムと魔女が姉妹だったと思った。ショートカットで飛んでいきたいんだけど。マダムの部屋まで。スプラトゥーンの棺じゃねえの。よんさあ、よっしゃ。今に聞いたんやろ。来た来た、いらっしゃ。あんたかいオールバックから聞いてるわよ。それレディーグッズじゃないか。まさか、全部集めてきたのかい。オーダーするんだな。そうだ。感謝しといて違うやつをオーダーするの。さあ、オーダーしよう。話す。オーダー。来た、レディーワン。作ります。はーい。はい、作るのか。制服を姫に着せるのか。ブサイクな格好にならなかった。もじもじくんの方がマシなんじゃねえか。で、できただわさ。でって言うっていうのかと思った。さあ、切るんだ。だっせ。ひどい。マダム。魔女っていうかマダム。マダムがかわいそうやで、世界中の。あ、もう服作れなくなった。とりあえずエンディングをね、うん、見に行かないと。見に行かないと。ファイクトエレガントだわさ。グッドダック。鏡、やっぱり猫が。おいおい、猫はラスボスじゃねえのか。ご婦人よとか言われたし。猫ラスボスじゃなかったのか。あの猫ね、ちょいちょい変わってるよ姿が。あ、そうだね、そこまで気にしたことね。あ、姫に会いに行こう。うん、オールバックさんか。ご婦人よとか言ってた。ヒットポイント増えてるね。見たら分かるやん。いや、こいつオールバック強なのにオールバックじゃないのは気になってしょうがない。もしかして銃やから、の服か。ご婦人の服まで着こなすとは。ゼルダ姫の服ずっと着てたけどなっていう。なんでこれ姫に着せる服着てくんだ。
あ、これ来てるのに。向かって、あ、一言だけ言わせてほしい。よく頑張って、あ、褒めてくれる方か。その服似合ってねえぞとか言う。着せるわけじゃねえんだ。それで解除するんじゃない、呪いを。あ、行ってみよう。どうだったの、剣で切ればいい。もじもじくんがいる。これ、解いたら。姫のこの髪の毛が、あの、頭の後ろに。マッパになるんだよ、マッパに。そう。裸になるんだよ。姫を脱がせるんだよ。元の姿に。よろしくお願いします。あれ、服着てるやん。オープニング見てなかったのかよ。あれ、中に全部敷き詰められてたんだけど。なんか、大きくなったね。なんということでしょう。戻った。フリルは元の姿。一石してもらうぞ。おうおう、フリルよ。もしかしてエンディングずっと流れるの？服戻ってもたで。では祝いのセレモニーを開こうぞ。出席出席。トーテムだ。あ、兵士の服だ。じゃあ兵士の服。よっしゃ、終夜により魔女の呪いは消え去った。おびえる日々は終わったのだ。住人少ねえ。とても勇者として、猫がすげえ喜んでる。とても知らない。エンディングだ。3トーテム、これ6ぐらいない、この3トーテム。高さ的に6マスぐらいあるそうだよな。飛ばす？飛ばさなくていいんじゃない、初めのエンディングだし。エンディングや。キーって。どうせエンディング後にあれだろ、キュー出るんだろ。え、次はマダムがボスになって。マダムがボス、全部の服を相手にするんだ。あの何、あの猫は裏ボス。マダムが猫使って攻撃してくる。猫投げてくるんだ。はい、普通のスタッフロールだな。せめて右側にさ、コンセプトアートを順番にぐらいしてほしいんだけど、変わるかな。若干流れてるけど。変わる。うん。よかったよかった。お、よかったよかった。これほんと変わらずにずっとあのままの可能性。この少年の名前なんだっけ？あ、違うな。結局最初しか出てない、この少年。あんまり話しかけなかったから名前覚えてねえやん。マダムの、助手かなんかだったよね。遅いな。え、全身タイツが。この服いいねとかいう登場態。コキビの服だよね、これ。兵士の服ってより。実際最終的にこの服のままクリアするゲームってあんまりないよね。だいたい赤い服だよね。守備力アップの。で、水に溺れない青い服。青い服。だいたい。下画面真っ暗やな。いいじゃない、下画面。あんま使わねえし。なんかエンディングっぽくない音楽だよね。チュートリアルが終わったな。チュートリアル終わったね。今からあれか。まあ、9面が出るか確認してからじゃない。9面？明らかに一番左下に空いてた、あそこ。このスライム全然出んかったのにな、最初しか。思っていてもわからんな。チュチュ。このスタッフロールの短さは結構かかりそうだね、これ。そうそう、まだ序盤やった。遅さは。絵が。3人のリンク。3人でじゃあ行きましょうというとこやろ。まだ始まったとこだもんな。各ステージに1個ずつぐらいあったら、結構まだまだ。そうだよ、でもいきなりほら次水いった。水のボスだぞ。全部飛ばしたぞ一気に。え、水の次6枚ぐらい飛ぶの。マダムがボスが出てきた。水の次、ラスボス。うん、水の次。長く見せるのかと思わせといてからの、とか一応ボイスあったな。あ、それで終わりだ。お、割と早くていいじゃん。うん、でもね、
久しぶりにファミコンのゲームとかするとさ、スタッフロール短すぎて 笑えるんだけど。音楽かっこいいな、これ。なんでこいつオールバック教っていうの、マジンガー教とかでいいんじゃないか。グレートマジンガーじゃない、どっちかというとマジンガーより。クラブ任天堂ないから、どうなるの、サウンドトラックとかどうなるの、売り出すのか。だいたいゼルダってあるよね、あの、オリジナルサウンドトラックプレゼント系が。そうそう。アマゾンじゃない。スプラトゥーンはあれアマゾンの。アマゾンで売っとったもんな。歌詞カード手に入れないと。最後のトーテム状態。いつの間にかクラブ任天堂終わっとった。さあ、終わりそう。もうスタッフロールがなくなったぞ。プロデューサー青沼さんが集合写真になった。伝説の勇者クマだって。伝説の勇者になっちゃった。でも伝説の勇者めちゃくちゃいるよね。だって条件がぬるすぎるじゃん。なんだっけ、尖った耳と九一分けと、もう一個なんだったか、太い眉毛で、眉毛だったよ。割とぬるいから大量に集まっちゃった。野田とかソロとかつらいな。伝説の勇者10連ラスボスどうすんやろ。あれ初見でソロで野田色が変わった瞬間にこうクリックして攻撃するしかない。約束の褒美を授けよう。あ、なんか言ってたね。そういや一番初めに聞いたもんな、褒美は。褒美は言わんかったわね。言った、言ってないやつはないぜ。いや、褒美は選ばんかったもんね。そう、だから、ないんじゃない。ちゃんと聞いたやつにだけもらえるかもよ。そんなバカな。よし、セーブ中。さあ。あ、食えた。俺だけ微妙に遅いな。タイトルに戻った。ドレスを解くガルキング王よりと。タイトルへ戻る。じゃあ、とりあえずもらいに行ってみよう。ゲームスタート。スタート。よし、ちょっと行ってみよう。王様のところ。姫かわいい。おお。どうだった？トーテムは。来たな。王がお待ちだ。さあ。左やな、左。なにー。いや、ロード。姫、姫でかくね？姫の匂いがする。何それ、姫の服の。ネタ割れをするんじゃねえ。あれもないんじゃない？ティムの着てた黒タイツ。マジか。そんな気がしてきたぞ、その言い方から。おしゃれを楽しめるよ。そうだったな。おしゅうやさんが、そうね。お、なんてね。ダサいタイツを手に入れた。姫に話しかけたとき、ボタン連打しちゃダメだ。何？スタッフロール見せられそうになる。なるほど。ダサいタイツを手に入れた。そう喜ぶでない。姫もう一回来たね、これ。こんなこと言うなら。あれだ、特別任務を全部こなせば特別なおしゃれができるみたいなこと言われたぞ。結構あるよね、特別任務。あるよ、今の4倍やんなきゃいけないね。結構なもんね。話しかけて。で、連打するとスタッフロール見せられるんだな、さっきの、先ほどのセレモニーの映像を見ますかって。見たくない。エンディング。あぶね。で、王様に話しかけると。特別任務を聞くと、続きがあってなと。ボスタタソで受ける資格が与えられると。じゃあ、とりあえず、Q が出るか行ってみようか。いいよ。特別任務？特別任務っていうか、上に行ってみよう。特別任務。特別任務になるか、Q が出るかは行ってから考えよう。全部クリアしたら Q かもね。うん、かもしれないな。それは鬼畜やな。よし。じゃあ、とりあえず募集するな。うん。インターネットです。フレンド。インターネット。HP 少ないでやったら HP4 しかなかったんだけど。きついな。よし、じゃあ、立てた。熊さん入った。まだ作ってないって言われた。ちょっと早すぎた。ちょっと早すぎた。よし。完了した。いったかな？来るがよい。いいよ。OK。
一旦接続中です。よし来たね。じゃあとりあえず上に行ってみよう。何も言われてないから出てないだろうな多分。うん、そんな気するな。フォーテムンじゃねえよ。みんな服が戻ってしまってる。さて、とりあえず天空エリアの特別任務が OK と。そして出てないね。あ、間違った。いいんじゃない。まあいいか。じゃあ森林エリアの特別任務進めていくか。